名古屋ドームで投げました。その時は4回6安打6失点でした。ジャストミート、右中間飛び込んだホームラン、スリーランホームラン。1回の表ドラゴンズ、森野に今シーズンの第3号が飛び出した。ルナホームイン、そして平田ホームイン。ゆっくりと森野は感触を思い出すようにしながらダイヤモンド一周、今ホームプレートを踏んだ。4対0森野にスリーランホームランが飛び出しました。1回の表いきなりドラゴンズ4点を先制。3試合連続2桁安打のドラゴンズ、今日も打線好調。川村コーチが高橋久典に声をかけましたが、真ん中ですか。完璧なスイングでしたね。そうですね、もうまっすぐ一本という打ち方ですね。はい、どうでしょう、このバッテリーとしてはこの配球、まあ、球種なのかコースなのか。結局やっぱりボールで入って